町春節祭、こちら南京町広場、まだまだステージイベントで盛り上がってまいります。ここからの時間は吉歌アンサンブルの皆様によります演奏をお楽しみいただきます。吉歌アンサンブルは日本二胡界の風雲児鳴尾真紀子の呼びかけで、京阪神で活躍する日本人二胡奏者が集結。中国伝統楽器の二胡、中胡という音域の異なる胡琴を用いた迫力の重奏で、さまざまなジャンルの曲に挑戦していらっしゃいます。2017年鳴尾弦楽団サードコンサートでの演奏を皮切りに、2022年からはギターの井上浩一を迎え、神戸南京町春節祭ステージのほか、関西各地のコンサートやイベントで演奏を重ね、昨年9月には単独でのファーストコンサートを開催し、好評を博しました。2023年井上浩一による吉歌オリジナル曲2曲をリリース。こちらは Apple Music、Spotify 等で配信中となっています。メンバーは石本さと子さん、奥田紀子さん、川村久美さん、友美奈子さん、中村由紀子さん、水川敦子さん、村上陽子さん、若森由香子さん、和田由美さん、鳴尾真紀子さん、そしてギター井上浩一さん、以上のメンバーです。それでは吉歌アンサンブルの演奏をお楽しみください。春節大ステージで演奏させていただきます。先ほどご紹介いただきました自称日本二胡界の風雲児の鳴尾真紀子でございます。今日は、吉歌アンサンブルのメンバーで、こちらで30分ほどのお時間ですけれども演奏させていただきたいと思います。本当にね、ちょっと雨もパラついたんですけれども、また日が照ってきて、この辰年
ロンギエンの、最初の一日、今日はめでたく盛り上げていきたいと思います。最初の曲は欢庆锣鼓、喜びのドラっていうタイトルなんですね。2個で強撃の打楽器の模倣をしていたとても軽快な曲をお届けいたしました。ということで、今年は辰年ということでですね、続きましての曲は、青龍の鱗、青い龍の鱗という曲を選ばせていただきました。日本人の作曲家小郷公隆という人がこの、ニコのために作った曲、今日は吉川アンサンブルで、アレンジいたしましてお届けいたします。それでは、辰年にちなんだ青龍の鱗お聴きください。
ありがとうございました。ニコという楽器が弦が2本なんですね。それを右手で持った指でこすって音を出す楽器の仲間です。今日はニコというちょっと普通の音域とあと低い音ですね、多分こちら側に座ってるメンバーが、持ち替えたりしながら低い音の楽器を使っているんですけれども、ニコは総勢10名ですね今日はね。で、ハーモニーを作っております。続きまして中島みゆきの銀の竜の背に乗って、これドラマですよね、離島の医師のドラマでしたかね。すごくかっこいい中島みゆきらしいかっこいい曲なんですが、本当にねこう雄大なあの青空にこう銀色の竜がスーッとこう泳いでいく、そういう様子を、の脳裏に浮かべながら聴いていただくとすごくいい感じと思います。それでは辰年第2弾銀の竜の背に乗ってです。
ありがとうございます。銀の竜の背に乗って本当に素敵な曲だなと思って、今回のためにアレンジした曲です。